バニラドームに進む前に、行けてない、湖の、コースをちょっとやっときたいね。まあ、記録して続けますけども、こっちじゃなくて、これだね。ここに出現した、ここ。あー、これいたな。この寝てる敵。こいつ可愛いんだけど、嫌なんだよ。これ近づくとね、起きるんすよ。起きる前に食べるんですけど。あいつはね、すごい厄介なの。マジで。ずーっとね、追尾してくるんですよ。寝てる姿はすげえ可愛いんだけど。いっ。OK。水の水中のコースは、羽よりも、フラワーの方がいいかもね。よし、膨らんでいく。気持ち悪い面を晒していく。これは上に行けばいいの？あ、なんかある。なんかあるよ。なんでしょうこれは。あ、なるほど。あ、もしかしてこの上になんかあれゴールがあるかな？隠しコースみたいな。そんなんじゃないか。あ、一気アップかこれ。よし、あ、何もない。あ、一気アップだけか。ぽいな。何もなさげだな。ういー、おったー、なんかあったけど。あ、羽取られちゃった。剥がされちゃった。やべえな。いらんことした。わ、チビはちょっと心もとないぞ。水中コースで。ヨッシーがいるからまだ。よし。これなんかキノコかなんかだったっけ。取っていく。ヨッシーがいてくれてほんとよかった。ちょっともう、ドラゴンコインは無視しよう。ほい。あ、Pスイッチ。これ使うんだったっけ。ちょっと、あ、ヨッシー、それ PPB、あ。あのバカ Pスイッチ持っていった。そう、ここでいるんだよ、Pスイッチ多分。あのバカ。あのバカドラゴン。もう、ああ、もう、こう。うわ、せめて正規の、なんか。えい。多分これが正規のゴールの方だね。もう、ヨッシーがさ、Pスイッチもう、ねえ、口の中含んだまま、行っちゃったからさ。あ、こっちに繋がんだ。で、あの Pスイッチのところに行くと多分あのお化け屋敷に行けるんだね。ちょっと補充してから、あれだ。もう一つの方行きましょう。あの Pスイッチを、Pスイッチ取って、よし！あのヨッシーは途中で、あの、いなくなりましたし、一回なんなら死んでます。あ！ちょっと待って、やばいかもしれない。ほら、追尾してきた。ちょっと待って。これ、押しての、こう、鍵が出てくるはず。オッケー。よし！うい。チビでもいけるって。いやー、ちょっと苦労してます。アイテム取ってきましょう。もう、ここが、拠点ですから、やっぱここ解放しといてよかったな。ここないときついぞ、マジで。さあ、お化け屋敷、行きましょうか。お化け屋敷は、これ繰り返しになりますけど、ゴールって二つあるんだっけ？絶対に二つあるのかな？なんかそこら辺の記憶がすげえ曖昧なんだよね。よし。こいつ好きなんだよな。あ、びっくり。でかい。あのジャンプ、あのバネ気になるな。え、いいのかな？ああ。
フラワーはいらないけど、危な。うわ、意味深な。ここになんか出るのか。P スイッチかな ?P スイッチがどっかにあるはず。あるー。あ、上にもなんかある。上が正規か?上ちょっと行ってみるか。飛んでいく。上はなんだ?上なんもないのか。なんもないわけないよな。おらー、なんも、え、なんで、え、あ、なんかボス戦みたいになったけど。別にいいんですけど。うい。あ、ちょっとやばいかも。あ、よし、こっち来い。あ、これでゴールかな。ゴールっぽいよね。あ、こういうゴールもあるんだっけ。あー、あ、なんだ。回っていく、スターロード。あったね、これ、スターロード、懐かしい。これなんかスペシャルコースに続く道だったっけ?そうだよね。まあ、今はその時じゃないか。スターロードってなんか近道にも使えた気がするんだけど、ちょっと、このお化け屋敷の、正規の、ゴールをちょっとしときましょうか。多分正規の方は土管に続く道ができると思うので、さっきのが多分隠しなんだよ。でっかいビッグテレサと戦ってゴールしたの。こいつ好きなんだよね。このなんか無表情な感じがすごく可愛くない?我関せずみたいな。これ。ほら。何もしてないですけど、みたいな。このバネなんか使うんじゃねえか、落として。違うかな。あっ、ああ、超えられた。このバネをどっかで使う気がするけど、あ!持っていけないんだっけ?マリメとは違うのか。割と不便だな。オッケー、当たっていく。ちょっと待って、危ないかもしれない。羽が欲しい。よし。羽が欲しい。もっともっと欲しい。やっぱここかな?あそこっぽいな。わざわざ囲ってるのが怪しいもんね。よし。なんか出てきて、これがゴールか。あっ。これが正規のゴールだ。ね。で、これが土管に通じるんじゃないかな、多分。うん。いい感じ。で、この土管は、あれかな。右上のあそこに行くのかな。あ、違う。あ、あれクッパ城か。この段階で見せてくれるんや。え、どういうコース設計あれ、最終ステージだよね、7って。なんだ、ドーナツ平野秘密のコース2ってなってる。ここドーナツ平野なんだ。うわ、雪のコースだ。これ難しいぞ、滑るから。間違えた。こうだね。え、なんだ?こっちになんかあるっていうのを示してんのか?もしかして。示してないじゃん。全然示して、ちょっと待って、帰ってくれでしょ?ほい、乗っていく。計画通りだ。この上なんかあるな。ちょ
ちょっと難しいな、ヨッシーさんがいると。あ、別にバネ使わなくていいんだ。飛びゃいいんだよ。おいっ、おし、おし。よし、テクニック見せていく。飛びゃいいんだよ。よし。これ、一気アップとかかな。スターを取っていく。ちょっと待って、慣れないスターで。慣れないスターだけど。もう飛んじゃえばいいか。スターの意味ないけどな、これ。オッケー。はい。はい。いや、うん。オッケー。吐き出していく。うわおぉ。あ、これ全部倒したら一気アップとかかな。オッケー。あ、割と簡単だったな。そこまで難しい感じではなかったけれども、この先の土管がどこに通じるんだろうな。これはあれかな、斜面。ラストこんな感じですよっていうのをチラ見せするためだけの秘密のコースなのかな。あ、それでここに出るんだ。で、こう行くわけだ。あー、オッケーオッケー。じゃあこれで、ドーナツ平野はおしまいか。順調に来てますね。じゃあバニラドームやっていきましょうか。まずはコース1ですけど、赤色なので、ゴールが2つあるはず。だね、多分3面だからそれなりに難しくなってくると思うんですけど。あ、オッケー。見逃して、あ、復活するんやこれ。おーおーおお、あ、なかなかいいや。あ、でも羽の方がいいんだよな。違うね。どうやって出すんだったっけ。どうやって落とすんだったっけ、あれ。お母さん？お母さん、あれ、羽が落ちてこないんだけど。違う。あ、こうか。オッケー。お母さん取れた。うん、大丈夫。取れた。問題なかった。おっと、これはどういうことだ？ちょっとよし、ここにいて。ああ、一応こっち行けるんだ。おっと、ドラゴンコイン取っていく。おっと、待った。ジャストミート。あ、やばいぞ、これ。あ、やばいぞ、これ。あ、上から抜けれるのか。やばくなかったわ。はあ、なるほどね。こういう感じでも行けれるんだね。よし。なんかありそうな気もするけどな。おし。オッケー。トリマ叩いてみるもんだな。あ、またブロックだ。ここ、このブロックは解放してないから点線のまんまだね。え、これ、甲羅がいるんだ。うわぁ、マジか。亀いる。あ、亀いたわ。あ、赤色だから炎になっちゃうんだ。マジか、緑色、いないな。うわぁ、あるなぁ。いや、もう帰れないよなぁ。亀だけでも持ってこれないか。多分この上が、なんか、もう一つのゴール。あ、これヨッシー犠牲にしたらいけるかも。オッケー。まあ、ヨッシーなんてね、星の数ほどいますから。オッケー。うわ、また赤だ。うわ、すげえ入り組んでくるんだな。ちょっとこっちの正規の方も行っとこうか。うち、ちょ、あ、危な。うわ、羽にした方が良かったな。さあ、さっきゴールしたところを通り過ぎて、あ、
あった。マジか。勘弁してくれ。ここを通り過ぎて、この先だね。ここなんかあるっしょ。何もないね。あ、意外と長いな。お、スタート。あ、これこのまま走る感じか。スピード勝負のやつでしょ。これ大丈夫、大丈夫なように設計してくれてましたね。ちょっとドラゴンコイン取れなかったな。あ、中間か。下に行く感じ。割と長いですね、コース設計が。よし。おっと、ああ、ふぅ、バッシュ入っていてよかった。キュッて止まれたから今。危な。このメットがね、あのフラワーのファイアボールが効かないから、あ、面倒なんだよね。今の良かったのかな、あれして。あ、ゴール見えた。オッケー。何も、あ、ブルがいた。よし。これが正規のゴールなので、上に、上というか、さっき左だったから、右に伸びていく感じか。あの、城に向かっていくか。お、ここも赤なんだ。赤ばっかりだな。マジか。ここなんかブロックっぽくない？ブロックな、なんか記憶があるけどな。よし！メット。もうメットはさ、やめて。水中コースはもう、フラワーの方が部がいいわ。絶対。いいですね。まあ、フラワーが効かないメットだけ注意していけば、何ら問題がない感じ。下に落ちていく。うん。あ、危ないぜ。あ、羽も一応取っとこう。で、あれだ。水中、ちょっと待って、危ない。水中の中はフラワーにしていけば。あ、これ羽じゃなかったっけ？フラワーだったっけ？あ、羽がなくなっちゃうわ。あれ取ったら。こっち行けたっけ？ああ、ああ、これ誘わないとダメなんだ。よしよしよし。お前泳げるのか？まあいいか。あんま、うわっ、え、はっ、瞬間移動。もうセルの気持ち今分かったわ。しまったのやつね。あの、カメハメハで。悟空の瞬間移動カメハメハを食らった時のセルの気持ちが今分かったわ。しまったのやつ。分かる人多いと思いますけど。マジビビッ、おっち！オッケー、一回。あ、ちょっと待って。羽だけ取っとこうか。羽があればこれ全然怖くない。ああ、入っちゃった。入るつ、うわ、やっぱちょっとのんびりしてたか。ちょっと、急いだ方がいいかもしれないな。まあ、でも結構来てるはずだけど。よし。よし、入っていく。よっと待って、それは反則でしょ。それは聞いてないですよ。さすが。おわぁ、掛け分身していく、ナルト。え、中忍試験受かった？びっくりした。あんな分身あります？螺旋丸打てるやんね。
上に伸びていくんだ。これが絶対、もう一個なんか、スイッチだった気がするんだよな。あの、繋がるさ、オッケー。繋がる先がさ。あ、これちょっと心もとないかな。うし、うし、うし。これは死ぬ予感がすごいしますね。この上を行けばいいのかな。あ、またこれ、あいつ来るんじゃねえか。え、飛び越えられても困るんですけど。ブロックをぶち破ってもらわないことには。うつ、うわ、マジか。あ、もう逆にチビの方がいいわ。いけるもん。ほら。中間取っていく。うわ、ああ、ちょっと待って。こっち。あれ？一人になった。お前。忍者。ジャパニーズ。ああ、二匹いるわ。重なる。おぉ、こりゃ超絶テクニック見せていく。しかし、数の暴力で負けていく。取っていく。カーンと、あ、スター取ってた。さて、ちょっと一旦落ち着こうかな。さ、あ、これここに出るん。これさっき行ったとこかな。さっき行ったとこだね。あー、ここじゃないな。よし！よし！同じ手を食うか、バカ野郎。これでも通り過ぎた説ある。うわーおめちゃくちゃすんな、お前。あ、でも、なんもないか。羽とかで上に行くでもないよな。おー。潜るが。ちょっと待って危なっ。よし、あれ、あいつ分身するもん。よし。え、まあ、待って待って待って、一回分身したでしょ、自分。なんか上あったな、今。この上かな。もう、あのブルダメ。影分身使いすぎでしょ。ナルトでもそんな使わんよ。あ、ナルトは使うか。ごめん、ナルトはめっちゃ使うわ。ちょっと、やっぱブロック、あー、ちょっと待って。あれだ、パワーアップしてからの方がいいわ。アイテム取ってきましょう。多分ね、ゴール直前の上ら辺になんかあった気がするんだよね。おっ、危な。あ、あ、よし。いいやつだったな、ヨッシーな。もうなんかさ、やっぱ、ちょっと操作慣れてないよね。なんか思ったように、できないんだよね。これなんだろうな。ここもなんか意味があるのかな。よし、あし、あし。あ、あ、撮りたいね。これ撮っとこうか。行ったらここになるのか。あ、P スイッチ一応あるな。あれ、これどうなってんだ道。あ、鍵ある。あれ、あ、偶然来ちゃった。え、こんなとこ置かれててもね。鍵、この下か。じゃあ、なんかあるとしたら。あ、あった！もうこのまま行っちゃえ。オッケー。あ、ほら、スイッチあった。バニラドーム、赤スイッチか。赤の点線が赤ブロックになるっていう。うわ、チビで来ない方が良かったかも、これ。もう変なことしない方がいいか。あんと、危ない。もうやだ。もういい。もうなんか変なことしない。これが一番安全。
死なないのが第一。もうなんか一気アップとかそんなせせこましい、もう耳っちいやついいわ。押していく。あなたが押したスイッチの力で、が、うわに変わりましたと。オッケー、これで記録できるのか。記録しましょう。まあ、もうちょっとやろうかな。お化け屋敷。お化け屋敷行くか。あ、ちょっとチビ、まあ、チビでもいいか。42機もあるからな。ちょっと様子見みたいな感じで。こいつ好きなんすよ。この我関せずみたいな。なんかお上品でしょ。よし。よし。こいつ好きなんすよ。表情がいいよね。でっかくなるやつかな、あれ。ここを抜けていく。高等テクニック見せていきましょう。このまま突っ切っていいよね。あ、なんもないのか。ま、うん。羽を取っていく。よし。よし。でかいな。あ、飛べないのか。はい、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 はい。滑っていく。ちょっと待って、ビッグなやつも来てない？大丈夫かな？うわ、なんだこれ。危な、これ絶対当たったらダメなやつで。うーっと飛んでいこう。これはズルじゃないからね。オッケー。うわ、ブロック、ピースイッチか。やば。え、マジか。ピースイッチ取ってこないと。これか。オッケー。割と近くにあってよかった。これでゴールでしょ、オッケー。これが裏ゴールかな？ボーナスステージか。いやー、ちょっと。やっぱ操作性が、なんか思ってた感じと違う。自分の記憶の中にある感じと違うな。ずっとこれ言ってるけど。OK。記録して続けましょうか。まあ、あれだな。ちょうどここで記録できるので、まあ、中途半端な感じはしますけど、今回はね、この辺で一旦切りたいと。思います。次回ね、この続きからやっていくので、またご視聴いただければと思います。それではご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。